サオディカップ単語フレーズの広げ方71回目のトピックですね。できるだけ頑張る、まあ、それはそうやろうという感じのトピックなんですけれども、ちょっとさっき1回撮ったんですよね。まあ7分8分ぐらいでしたっけ、そんな長くはならないですが、ビデオのスイッチを、押し忘れてましたね。なので2回目になるんですけどね、なんかちょっと汚いですね。ちょっとマオカーンですよね。マオカーンってわかりますかね。マオっていうと酔っ払うですね。カーンっていうとペンディングされた状態、滞っている状態のことを言うんですね。なので日本ではまあ手記帯びるとかっていうじゃないですか。まさにそのイメージですかね。マオカーンで二日酔いを表しますってことですね。今日はちょっと二日酔いですかね。ちょっとスイッチを押し忘れたというところからのスタートですね。はい、じゃあポイントは、まあ、タオティー、タオティーっていう赤の四角で囲っておきました。あとはちょっとスペースあったんでタイ文字もサクサクっと書いてみましたっていうところですね。はい、行きましょうですね。もう後ろから見ていきましょう。タオティータムダイっていうと、これでまあできるだけなんですよ。タオティーのタオっていうのはタオライのタオです。だから程度を表します。まあタオティー何々で、何々する限りと訳しておいてください。これでもう十分です。これだけで十分使えるようになると思います。なので、タムダイでできる限りですよね。このタムのところ、いろんな動詞で置き換えることができるんですよ。より詳細に、よりイメージに近くって言ってもいいですかね。タオティキャンダイ、書ける限り、タオティアンダイ、読める限り、タオティパイダイ、いける限り、タオティキンダイ、食べれる限りでしょうかね。なんか大食いのイメージですよね。これをまあ後ろにつけて、まあこの場合は、これはまあ大丈夫でしょう。パヤイヤーンっていうと、頑張るですよね。ですから、これ言わなくてもいいですからね。パヤイヤーン、タオティタムダイ。できるだけ頑張るになります。より強調したければ、じゃを入れればいいですよね。じゃパヤイヤーンですね。パヤイヤーンだけだと、頑張る。じゃパヤイヤーンで頑張るぞです。誰がっていうところ、主語入れてもいいですよね。こんじゃパヤイヤーン、タオティタムダイ。こんな感じでしょうか。フルセンテンスです。っていうところですね。まあ、パヤイヤーンは頑張るなんだけれども、この意味は努力するっていうんですね。元の意味ですね。努力する、何々しようとするっていうね、努めるです。あとはよく聞く言葉で、スースーとか頑張ってねっていうのも聞くと思います。このスーはここに書いておいたんだけれども、これは元の意味は戦うっていう意味です。ですかね。スーですね、ファイティングですね。なんでまあスポーツも戦うだし、別に学校の試験とかでもいいんですよ。そういうのも戦うっていうのを使ったりしますね。まあ正しかったら元の意味の違いっていうところからニュアンスの違いっていうのが出てくると思うので、こういうのも知っておいていいのかなって思います。なのでちょっと説明を加えたっていうところですね。次ですね、このタオティっていうのを前に持ってくるパターンですね。これもすごい使うんですよ。便利なんですよ。意味はもちろん何々する限りですね。これ一緒でいいです。例えばタオティルーって言ったら知っているですよね。ですからタオティルーで知っている限り、私が知っている限りっていうときは、ここに、そこをしっかり言いたいときですね。主語をしっかり言いたいときは、ポムをここに入れてください。タオティーポムルー、私が知っている限りです。一つの前置きができますよね。タオティーサープ、これも知っている限りですね。ただサープはビジネス用語、ちょっと丁寧な言葉ですっていうところでしょうか。タオティーダイイン、ダインっていうと、聞こえるですね。これは意識ないですよ。ここから情報が入ってくる。耳に情報が入ってくる。耳からの情報でしょうか。ファンっていうと意識的に聞く。ダインは、無意識的に聞こえるって、ね、まあ、まあ日本語にしちゃうと、まあ、聞いている限りではっていうふうに、聞いた限りではっていうふうになっちゃうんですけどもね。変、これは耳じゃなくて目からの情報ですね。変は見えるですね。無意識ですね。do は見る。これは意識的でしたよね。まあ、そういった違いがあります。まあ、とても変って、まあ、見えている限り、見ている限り、見ている限りで彼は、みたいな、こんな感じで使ったりしますっていうところでしょうかね。こ
構まあもちろんいろんな動詞あるんですけれども、まあよく使うものとしてこの4つですね、これを挙げておきました。あとは別にタオティ意識的にやったらタオティドゥタオティドゥとかで言っちゃってもいいんですよ、もちろん、あとは意識的に聞くやったらタオティファンタオティファンとかももちろん言っちゃっていいんですよ。あとは確認した限りとかやったらタオティチェックとか言っちゃっていいんですよ。タオティチェック確認した限りチェックした限り話し合った限りではタオティクイダンタオティクイダンっていう風に、もちろんここもいろんな動詞ってのが入ります。ここと同じです。どんどん広げていきましょうっていうところでしょうか。自分が使うなっていうものはやっぱりもうノートにメモっておいて覚えちゃった方が早いですね。それを使うんですね。あとはこの後ろっていうのは、これはまあ自分が本当に言いたい内容なんでね、これはまあ前置き、そして言いたい内容、そんなところでしょうかね。ここはまあ僕のちょっと願望込みでもあるんですけれども、ジャミーワクチンパスポートレオジャミーワクチンパスポートレオ、こんな感じですか。ちょっと発音なんか難しいですよね。まあ、ワクチンパスポートがもうできるだろう、ワクチンパスポートがもうできるだろうっていうね、そんな意味になります。タオティール知っている限りジャミーワクチンパスポートレオ、ね、ワクチンパスポートができるだろう、こんな感じでしょうかね。前置き部分を知っているじゃなくて聞いた限りではっていうふうに言っちゃってもいいんですよっていうところでしょうかね。あとはですね、どうでしょうかね、さっきここの発音ですかね、僕結構パスポートパスポート S で発音しちゃってたと思います、ね、これどっちでもいいです。本来のタイ語って話すんだったら、タイ語の音の体系に S で終わるってないですから、パスポートパスポート、ね、でもちょっと英語っぽく話すんだったらパスポートパスポートっていう風にスッスッスッちょっと息抜けてもいいです。これはここもタイ人にもよると思いますね。あとはワクチンですよね、これタイ語では S で綴るんですよ。ここですね、ワクチン、シーンなんですね。ですからワクチン、ワクチンというふうにタイ人は発音する。これワクチン、ワクチン、チッチッでも 100% 通じますっていうところでしょうかね、うん、あと説明漏れたところっていうのはないですかね。大丈夫ですかね。うん、サムラ、ワニ、ケニ、ゴーナカップ、コブマカップ。